夏休みが終わって今日から2学期が始まるの。宿題もできてるし学校に行くのが楽しみなの。すいません寝坊しました。でもうちが悪いんじゃないんです。起こしてくれなかった姉ちゃんが悪いんです。で、およ、先生は？今日は遅刻してるみたいです。ねえねえは布団の中であと5分だけを1時間以上続けてたので放っておきました。なんだそりゃ。何回も起こしてたのに全然起きなかったの。あ、そりゃ起きない先生が悪いよ。しゃあない先生だね。ふい。ああ姉さん、おはようございます。なんかムカつくな。2学期始まったの。ねえ、先生いないってことは来るまで外で遊んでてもいいのかな。今は一応授業中なんだから教室でおとなしく遊んでなよ。ち、ああ何して時間潰すかな。お、あやとりしてるんだ。あ、はい。家庭科で使った毛糸が余ってたのでオリジナルで猫を作ってみたんですけど。おお、オリジナルとか作れるんだ。うちもあやとりする。うちも暇だししようかな。あ、毛糸ならたくさんあるのでどうぞ。よし、うちもオリジナルあやとり作ろう。夏美、あやとりなんてできんの？当然、うちの独特の感性なら簡単簡単。できたできた。これ何だと思う？何それ。いえ、正解は見ての通り、ただの毛糸でした。うちもオリジナルあやとりできた。え、誰誰？お、それ何なの？うちもこういう一人遊び得意なの。これは見ての通り、皆さんご存知の宇宙でした。すっげえ、宇宙だ。この良さが分かるとは、さすがナッツ。分かる分かる。その左手のところらへんが宇宙っぽい。どちらかといえば真ん中が一番の見どころなの。なあ、なるほど。え、マジで言ってるの？うん。よく見て、それ宇宙じゃないよ。なんで？ほら、なんか真ん中ぐちゃぐちゃにねじれてるし。ねじれてるから宇宙じゃないの。漫画読もう。諦めたな。てか学校に漫画持ってくるなよ。お、ページめくるの早い。見んのかよ。あ、これ私好き。ああ、これね。
私もこれ好きです。うちも見る。いらっしゃい。ぷぷーい。何今の、レンジョン吹いたの？ここ面白いの。ここの前のページと次のページの畳み掛けが。これ1ページ飛ばしてます。次のページから違う作品だったみたいですね。ああ、そりゃ別作品だと畳み掛けもすごくなるね。私、バナナ課長はあんまり。これは急にバトルものになって微妙になったね。確かにね。うち、粘土で遊ぶん。感性が違いすぎて、話が合わない。ああ、うちも粘土しようかな。あ、私も。何作ろうか。まだ考え中なの。あ、先輩作ってるのかわいい。え、そう？これはクリオネコだね。クリオネと猫合わせたキャラだね。いいなあ、クリオネコ。くそ、姉ちゃんのくせにかわいいの作りよって。とはいえ、これは猫には見えんよね。兄ちゃん、ちょっと可愛い猫作るの手伝って。よし、頑張れ。いいのできたらうちが作ったことにして姉ちゃんギャフンコだ。そういうのは隠れてしてくれない。お、兄ちゃん結構うまい。お、すごいじゃん。これなら姉ちゃんに勝てる。連長には見せられん。うちモアイ作ったんだけど、可愛いでしょ。いや、気持ち悪いよ。あれはお団子だよね。ボールか。連長、それボールだよね。もしかして卵とか。さっきの流れ的にどう見ても肉球なの。ああ、肉球ね。でもそれならこんな感じにした方が肉球っぽくない？それは猫の手でしょうが。ごめんなさい。さっきからみんな変なの。何言ってるかわかんないの。ごめん。あれ、うちが悪いの？ごめん、先生寝坊しちゃって。授業始めるよ。ああ、でももうお昼休みだね。いいことを考えた。細かいことは考えず外で遊ぼっか。遊ぶというわけで、帰る前に誰かこのゴミ捨ててきてくれませんか？うち今から釣り行くのでパス。お早い拒否やね。焼却炉使うときはカズ姉がするって言ってたじゃん。そうだったっけ？しゃあないな。ちゃっちゃとやって帰りますかね。うさぎ小屋、うさぎ小屋、お世話しましょう小鳥さん、お世話しましょううさぎさん、きれいに毛づくろいたしましょう。そうしてまとめてダイナマイ。膝やっちまいました。そりゃそうだよ。うさぎ小屋に行くと思ったらついテンション上げ上げしちゃいました。レンちゃん、そんなにうさぎ好きなの？当然ですが、週末はうさぎ小屋に行くのがうちの趣味です。
夏休みの間も時々来てうさぎ小屋の世話をしてました。へえ、わかるな。私も前の学校じゃインコしか世話したことなかったけど、やっぱり一番世話したいのはうさぎが逃げてる。あら、ほんと。どうしよう。うさぎを普通に捕まえようとしても時間かかるだけなの。そんな時はこれ、ザ・モロコシズリー。この餌を小屋に誘導するように置いていって、残りの餌は小屋に持ってく。そこにウサギさんが近づいてきたら、モロコシより好物の人参で釣るので、小屋に入った瞬間戸を閉めてください。わかったよ。じゃあ私は隠れてるね。うちは怖がらせないよう優しく声かけてみるの。おいでおいで、こっちに来れば人参もいっぱい食えるの。こっちにおいで。